もうニコタンが待てないんだ。もう朝起きてからずっとそれ渡したい渡したい。びっくりするかも、見たいもん。とにかくね、ルーちゃんの喜ぶ顔が見たいんだ。ありがとう、ニコタン。それがね、我慢できなくてね。嘘嘘、これ本当本当ありがとう、本当やったニコタンなんかそれもう一昨日渡そうとかって。ちょっとそれは勘弁してくれ。嬉しい、本当本当ありがとう。あ、やった、スイッチ欲しかったんだよ。知ってる。あった。本当嬉しい。ホクホクだね。嬉しい。あ、もういつ買ったか教えてもいい？いいよ。ニコタンが休んでた時に ママが仙台駅のヨドバシカメラに行って買ってました。あ、ニコタンじゃあその時家にいて具合が悪かった時。そう。あの水曜日の時。そうだね。一緒にいた時。そう。あららら、知らんかった。だからあんた遅くなった。ありがとう。ということで、ありがとう。あとでやろうっと。よかったね。こんなに喜んでくれてよかったね。嬉しい。はい、ということでね、今回今朝の9時なんだけど、朝ごはんも食べずにパパにプレゼントを渡したいということでね、待てないんだって。待てないの？うん、パパの顔が見たい。嬉しい。だからもう今日は朝起きて、あのロイヤルホストにモーニング食べに行きたいというのでね、あのプレゼントだけ先に渡しちゃいました。で、今回なんでね、これ選んだかっていうと、まず何だったっけ、あのディズニーランド行った時の日和ホテルあるじゃないですか。あのホテル、あの、まあ、そこそこやっぱりあの時期も時期だったので、あのちょっとお値段したんだよね。で、あのなんだけど、りょうちゃんが前々からなんだっけ、ペイペイポイント貯めててくれて、そのほとんどをそのペイペイポイントで使ってくれたんだよね。でもりょうちゃんとしては本当はスイッチを買うために貯めてたポイントなんだけど、なんかホテルに使ってくれたということで、あの今回はあの誕生日にこれ選びました。ということです。ということでね、今日は今からロイヤルホスト行ってね、朝ごはん食べたいと思います。お腹すいた。お腹すいたね。はい、じゃあさっさと行きましょう。はい、ということでね、ロイヤルホストに来ました。ロイヤルホストといえばね、私たちも大好きなファミレスなんです。ニコタンはこのバギーちゃんパンケーキ、バギーちゃんパンケーキだね。ニコタンはもうね、こういうの大好きなので、今朝はこのバジーちゃんパンケーキを食べたいと思います。ルーちゃんはこれが好きなので今日はこれで、なんかこれね、前なかったと思うんですけど、新しいメニューもあって、なんかこれもめっちゃ美味しそうなんだけど、まあこっちがすごいお手頃なのでね、私もこっちをいただこうかな。これも美味しいんだよね。それにね、ロイヤルホストの朝食って結構ね、メニューが豊富なんですよ。でそしてかなりボリュームがあって、でこんな風に和食メニューもあるのでね、私はね、本当はいつもね、ホテルに宿泊した時に近くにね、ロイホがあったらロイホ行きたいなと思うくらい、ロイホのモーニングはめっちゃ大好きです。これはできました。見てて、この2つに分けられたカードがあります。はい、これこれ、あの1枚のトランプカードがあります。1枚のトランプカード、種も仕掛けもない。裏はこんな白です。こういうやつね。はいはい、うん、これが2枚に分けられているんです。うわ、すごいね、ニコさん。かわいいよね、これ。
めっちゃかかっちゃった、うん、じゃあ、美味しそうでしょ。美味しそう、メープルシロップをたっぷり、うん、あ、そうだった、うん、うん、どうぞ。ちなみにですね、ロイヤルホストのこのモーニングの英国風パン、すごいふわふわなんですよ。外カリカリ、中ふわふわで、本当はこっちがね、もう最初についてるやつなんだけど、これをこっちに変更できるんですよ。で、りょうちゃんはなぜかいつもトーストが好きなんだけど、私はもう断然こっちのふわふわの英国風パンがおすすめです。みこたんに取られちゃうけど食べる？メープルシロップ、あの、あの、あの、いただきます。うん、あ、おいしい。これがリングフィットアドベンチャー。ここにもね、一回 CM 見て、これなら体動かせるからやるとか言ってたし、言ってたっけ。しかもかなり評判、ちょっと絵がね、カートゥーン調なの。ちょっとニコタの思ってるミニーちゃんじゃないかもしれない。パパにもらった。満足。そしてですね、うちね、ロイヤルホストのアプリダウンロードしてるんですけど、お誕生月はこうやってね、20% オフのクーポンが来るんですよ。で、しかもね、このクーポンって本人だけじゃなくて、その家族登録してる人の分まで来るから、9月はりょうちゃんの携帯と私の携帯にりょうちゃんの誕生日の分の 20% オフが来て、でそして10月は10月で私の携帯とりょうちゃんの携帯それぞれに私の分の誕生日の 20% クーポンが来るので、9月10月のこの2ヶ月間はうちは合計4回この20%オフのクーポン使えるんですよね。そして今日のお会計なんですけれども、家族3人でこんな感じで普通にご飯を食べて、お会計がじゃん、こんな感じになってます。めっちゃリーズナブル でしかももう大満足でね、もうドリンクも飲み放題で、ロイヤルホストのモーニングは本当なんかパンも美味しいし、めっちゃ満足感高くて、3人でこの価格なので本当めっちゃおすすめです。はい、ということでね、次はマクドナルドにやってきました。今日はですね、りょうちゃんの誕生日なんだけど、にこたんがどうしてもここでね、ゲットしたいものがあるということなので、
こでそれをゲットしたいと思います。わ、すごい、めっちゃ熱いんだ。シール。シールだろ。そうなんだ。ママもうちょっといいものかと思って。シールなの。シールセット。あ、すいません。はい、ハッピーセットのどっち、はい、チーズバーガー、ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガーのピクルス抜きで、はい、お願いします。今回ハッピーセットのシール、シールがこれ、うん、これを取ってみる。もう一つついてくんだ。中卒だって。何になるんだろう。お、中卒手帳、なりきりプロセッサー。いらないでしょ、これ。これいらない、いらない。みんなで警察ごっこするときに使ったら。はい、ということでね、今回ニコタンね、しれっとハンバーガーを食べるところなんですけれども、実はね、マックのハンバーガー初めて。うん、いいよ。うん、おいしい。あったかい。あったかいね。どう、マックのハンバーガー。普通においしい。普通においしい。よかったね。でもね、なんかすごいいっぱいいろんなものがついてきてる。なんだろうね、すごいね。ちょっと開けていい？あ、なんじゃもんじゃだ。なんじゃもんじゃだ。ゆくさんが大好きなゲーム、なんじゃもんじゃ。すごいね。ラッキーだよ。超ラッキーだよ。これさ、私たちさ、ユサでさ、いつもこれやるんだよ、ニコタンと。ゆくさん大好きなやつ。めっちゃラッキーだったね。なんじゃもんじゃ。ちいかわだ。あ、ちいかわのシールね。はい、1個目はこの3枚入ってんだね、うん、1つの袋の中にこんな感じで3枚入ってて、1個はこんな感じのやつが入ってました。で、今回ね、なんか私あんまりお腹空いてなくて、私もね、ちょっとちっちゃいハッピーセットにしたんだけど、もう1個頼んだハッピーセットの方が8割がついてきました。ママ何よりこのなんじゃもんじゃ、ニコタンといつもね温泉で遊ぶやつ、これがついてて超ラッキーだった。しかもさ、これ見て、あ、超持ち運びしやすいミニバージョン。あのさ、スキーの時にも持っていけるんじゃない。本当だ。もうそんな先のことまで考えてるんです。なんじゃもんじゃやったことありますか皆さん。これね、あれなんだよ、名前を覚える。あ、名前で自分で言葉が聞こえる人に、でそれを覚えて、で記憶する系のカードゲームなんですよね。意外とやってみたら面白いので、めっちゃおすすめです。ということで次にやってきたのはですね、ヨドバシカメラなんですけれども、私がプレゼントしたのは任天堂スイッチの本体だけということでね。で、ゲームの方は全然プレゼントしてないんですよ。で、何が欲しいかも分かんないし、何がやりたいかも分かんないので、今ね、りょうちゃんと一緒に任天堂スイッチの、ね、ゲームを買いに来ました。やりたいやつ買えばいいか。まあやっぱりみんなで。多分私たちやんないから、りょうちゃんがやりたいやつ買えばいいんだよ。みんなでやろうと思わないで。子供でもできる。むしろ子供向きなんだ。このね、
あのボードゲームの中に今見つけたのがこのなんじゃもんじゃなんですけれども、これさっきねマクドナルドであのちっちゃいバージョンね、これより3分の2くらいの大きさのやつをもらったんですよね。でこれすごい面白くて、ここにも書いてあるんですけど、名前をつけて早く呼ぶカードゲームなんですよ。すっごい単純なんだけど、あの意外と面白い、意外と盛り上がるのでね、これおすすめです。そしてですね、今ねちらっと手品コーナーを回ってみたら、なんとディズニーランドで売れてるあれあれがありました。あそこで買わないと買えないっていうわけじゃないんだ、こういうところにも売れてるみたいです。すごい、知らなかった。商品がございます。全てのトランプがミッキーに大変身だ。商店は面白そう。それではですね、りょうちゃんが買うゲームを決めたというので、ちょっと行ってみたいと思います。それニコタにやらせたくて買うんでしょ。まあちょっと2人でゲームをずっと言うのが夢だったんで、もっと違う夢を叶えたらね。4人までできるからコントローラーを買えば3人でできたり。そんな新しい料金プランのご提案など、まずは高野ですけれども、あ、高野さん、はい、お願いできますか。ご本人確認のためお電話番号を。はい、はい、ということで今ね、りょうちゃんのこれ誕生日ケーキをゲットしてきました。私たちいつもね、和則池田さんのご紹介して、過去にもね、和則池田さんのケーキ屋さんというか、あのお店のね、あのご紹介を何度かさせてもらったんですけれども、今回はねちょっと違うお店でケーキを買ってみました。こちらもね、仙台の国分町にあって、なんかねすごいね口コミの高いケーキ屋さんなんですよ。でかなりねなんか美味しいという口コミが あったので、なのでね今回はこちらのこのねケーキを買ってみました。またね後ほど、お見せしたいと思います。はい、それでは今帰ってきたので、今からご飯の仕上げをしたいと思います。誕生日おめでとうございます。すいません、無事冷やせばよかった。誕生日を迎えることができました。本当ですね、今年もお疲れ様でした。みんなのおかげです。ありがとうございます。ありがとう、みんな。りょうちゃん、ボタンありがとうございます。どういたしまして。ありがとうございます。はい、どうぞ。にボタン結べば、うん、いいの、うん、食べ方変わってない
美味しい？美味しい、ありがとう。本当？よかったよかった。ミートソースはまず帰ってきて茹でてかけりゃいいんだけど、このチキン、これニンニクすりおろしたやつと塩コショウかけて焼くだけ、オリーブオイルと、めっちゃ手軽なんだけど美味しいんです。うん、美味しい。お酒のつまみにぴったりだ。すごく腹減ってる。おお、どっさりとったね。本当？どう？美味しい。うん、ニコタンすごいね。これもね、すごい簡単なんだけど、あのやりながら忘れてたと思ったけど、ニンニクすりおろして入れるともっと美味しいです。いただきます。うん、美味しいね。うん、じゃあ3人だからね、この量で十分です。言い訳するようだけど、もっとあったら華やかだろうけど、この量で十分だよね。もうニコタンがもうせわしないです。りょうちゃんよりもニコタンがちょっともうせわしなくてね。いよいよこのお楽しみの時間にしたいと思います。誰のためのケーキかっていうと、ちょっともう今となってはわからない感じですけれども、ニコタンが選びました。じゃん。今回は仙台の国分町にあるセルノードゥノアさんだったかな、で買いました。ちょっと今回ね、りょうちゃんの誕生日で3人だし小ぶりな感じにしてみました。では早速準備したいと思います。どうしようかな、どこにやろうかな。みこたんどこがいいと思う？じゃあみこたんやって。読んでどっち向きだっけ。嘘でしょ。こっちこっち、うん、こっち、うん、こうやって、うん、そう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 。ここにいい感じですね。じゃあここにつけましょう。はい、こんな感じです。持っていきます。あ、やばい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 、くっついてる。やばい、くっつきすぎるとやばいんだ。じゃあちょっとずらそう。あわや大惨事だな。はい、こことここね。はい、じゃあこれで持っていきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリョウちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。願い事を、じゃあ願い事をお願いします。はい、はい、なんで願ったの？消す瞬間撮ってないから。えなんで願ったのって言うからカメラこっちに向けちゃったんだ。いや、願い事は普通言っちゃうんだって、叶わなくなってしまう。あ、そう。ということで、じゃあまあ叶わなくなっちゃうから言わなかったということで、はい。でも、とてもみんなのためになることを祈りました。あ、ありがとうございます。はい、それではね、この誕生日ケーキをカットしながら、このケーキになったね、理由をご説明したいと思います。今回ね、いつもだったら勝森寺さんのケーキが私好きだから勝森寺さんにしようかなと思ったんだけども、高森ケーキ屋さんもやっぱりちょっと試してみたいなって思って、いろいろ調べてたらね、ここのケーキ屋さん、すごい評判が良くてね、なんかいろんな店がすごくなんか美味しそうなケーキがたくさんあったから、なんかなんとなくここいいんじゃないかなと思って、まずここのケーキ屋さんに絞りました。で、その中でもなんか直前に注文したから、できるケーキが一昨日出ましたんだよね。で、3種類あるって言われて、チョコレートのケーキが一番なんか肉弾的には喜ぶだろうと思ったんだけれども、話を聞いたらなんかその中になんか桜のジュレが入ってるってなって、リコさんはね、実は桜のジュレが苦手なんですよ。桜も好きなんですけど、桜のジュレが苦手で。だから他のケーキ、そしてイチゴってかベリーのケーキもあったんだけど、それはちょっとリコさん的にあまり興味がないということで、で、この中は実は、ね、チョコレートのスポンジかな。で、しかもリコさん、ピスタチオ大好きだから、もう、これで食べましょうってことになってね、で、これにしました。すごい綺麗だね、なんかこれね。これさ、あれじゃない、なんかあそこのケーキに似てる。チョコレートのクリスマスケーキ。そう。前にね、クリスマスの何だっけ、動画を出してるんですけど、その時に注文したアレルギー対応のケーキの中に入っているなんかこうジュレに似てるかな。じゃあちょっとこれはルーちゃんに、ルーちゃんお腹いっぱいじゃん。今食べれる。これもちょっとつけたいかな。もう切ってニコタン半分こしてみたら、ニコタン受け取らないで、そうだよね。エンドウに、エンドウに、はい、じゃあこれね、ルーちゃんにあげたいと思います。はい、どうぞ。はい、じゃあいただきます。はい、ちっちゃ
最初の一口はちっちゃい。あ、おいしいですね、これは。チョコとマピスタチオですね、これ。そうですね。これ食べていい？うん、いいよいいよ。毎年人の誕生日に便乗して一番楽しむニコだ。マカロンってこんな味なんだよ。ほんとだ。おいしい？甘い。うん、甘い甘い。甘い。うん。そうやってる。毎回落とすからさ。もう。かわいそうに。いい？うん、食べな食べな、もう落ちたっていいよ、大丈夫だよ。どう？うん。おいしい？ほんと？これ丸いの。いただきまーす。丸いの、なんか、チョコレートかも。これ。その丸いのなんだろう。ホワイトチョコなんだ。なんかすごいパールに見える、なんか外側光沢があって。チョコなの。あら、一口でいったんだね。ホワイトチョコだよ。ほんと。あの、かけらだけでも食べてみたかったけど。この中に入ってるこのジュレは、あの、あれと全く同じです。前にクリスマスの時に食べた、あの、ビーガンケーキ。の中に入ってるジュレと全くあの味が一緒。多分これあの材料として売れてんだね、きっとね。美味しい。でもね、このケーキ本当美味しい。バランスがすごくいいね。甘いだけじゃなくて、このジュレがかなり酸味があるから、すっごくね、バランスがいいです。ピスタチオをそこまで感じるかっていうと、そうでもないけどね。あの、クリームが甘いね。うん、ここがピスタチオのムースみたいな感じになってるんだけど、ここが甘くて、ここのゼリーの酸味があって、でチョコのなんかスポンジみたいなのあって、このバランスがすごくいいです。うん、うん、美味しい、これ。だからニコタンまたやってる。はい、それではニコタン、今日のメインイベント、ニコタンからのプレゼント渡してください。ドゥードゥードゥー、あー、ありがとうございます。これはかなりかわいい字で書いてくれましたね。ありがとう、ね、ニコタン。これはですね、まず説明させてください、ママに。はい、まずこのペンはですね、ママがこないだディズニーストアで自分の棚したりした絵なんですね。それをたっぷり使って書いてくれました。ケーキとかも誕生日感が出てました。そしてですね、ここはですね、このウサギはですね、本の帯にあった絵を切って、ありがとうございます。遠慮してください。ありがとうございます。クワちゃんがいるじゃん。今日のプレゼントで今までずっと欲しかったものがもらえるでしょう。あ、すごい肩たたき券1枚1回、1回しかないんだ。あ、後ろ3回、前出した永久券だ。今回はあれなんだ、1枚1回なんだね。なんてさ、まあでも前使えなかったら確実に使えるものなんです。まあそうだね、前は永久券だったけど、結局ほぼ使えずに1年経ってしまった。今回は使えるものにしたら、前だけちゃんとつければ1回使える。そうそうそう、はい、ここ切ってね。あ、じゃあ早速今日1回使おう。はい、ということで今回のりょうちゃんの誕生日はいかがだったでしょうか。今回はもう本当になんていうか、もうニコタンが待てなくて、あの、夜まで待てないということでね、もう朝起きた時にもう私の耳元でね、朝渡しちゃおうっていうから、プレゼント朝渡しちゃった感じからのスタートだったんですけれども、まあ最後のね、ニコタンの、あの、ニコタンからのプレゼントまでね、一日楽しく過ごしました。ということで今回の動画を見てなんとなく面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ニコタンはね、ヨドバシカメラ以外は楽しかったよ。じゃあねー。うまい、うまい、うまい、うまい。え、どっちに飛び越えればいい？うまい、うまいよ、うまいよ。できたよ。あとパパだけだよ、ここ飛び越えるのは。お、すごい。うまい、うまい、うまい。